ことより君を傷つけたくないって思い込んでしまった。最終のバスを待ってる間、そのタイミングは何度あっただろう。寒さも感じないくらい僕たちは向き合ってたのに、もしもなんて何の意味もない。ああ卒業式まであと何日、その日から何が変わるっていうんだ。ただ通う場所が変わるだけで、新しい友達が増えるだけで、まだ大切な何かを残したまま大人と呼ばれてしまう。君を切れてるけど、せめてそう君を思い出した時、そんな美しい恋だったと。